日本の都市開発日本の都市開発事業や制度について示す。国土交通省の市街地のちづくり活性事業の一つで民間都市開発の推進に関する特別措置法に基づき民間事業者が行う都市開発整備事業及び都市計画施設特許事業を言う。国土交通省の担当は都市局都市政策課。民間事業者とは国。 地方公共団体または特殊法人等特別な法律によって設立された法人を除くすべてのものである。民間都市開発事業に対しては財団法人民間都市開発推進機構による支援並びに日本政策投資銀行等による貸付が行われる。2002年からは都市再生特別措置法の追加により都市再生緊急整備地域内で 民間都市再生事業計画認定制度の大臣認定を受けた民間都市開発事業については民間都市開発推進機構を通じた金融支援、都市再生促進税制、都市再生総合整備事業による補助といった支援措置が用意されたことにより都市再生ファンドも適用対象となっている。都市開発整備事業とは事業者が行う事業施行区域の面積が 原則2000平方メートル以上のものにおいて、道路、公園、広場、水道等公共のように共する施設の整備を伴い、都市機能の増進に寄与する建築物や工作物及びその敷地の整備に関する事業。都市計画施設特許事業とは、都市計画施設の整備事業のうち、都道府県知事による都市計画事業の認可を受けているものを言う。ありがとうございます。